すごいいっぱい壁画みたいなものがあるんだね、きっとね、これ。ああ、踊ってる踊ってる。で、ここは？ここはもう、まだ降りれるね。どんどん、わあ、びっくりしたびっくりしたびっくりした。おお。おしゃべり。あ？珍しいお客様ごろ。どこから来たごろ？森？森ってなんだごろ？木や草がいっぱい生えてるところ？もっとわかんないごろ。この辺には爆弾花以外何にも生えないごろ。種とか実とかこの辺にはないごろよ。この辺じゃデクノボウだって貴重品ごろ。棒に火をつけたままにしとくと燃え尽きてなくなっちゃうからすぐ A でしまうごろよ。ロラは一本隠してるけどね。へへー、そうなんだね、そうなんだね。そう、燃え尽きちゃうねって思ってたんだよね。で、ここはどんどん降りていっていいのかな。でも今のお話があってさ、ここにさ、火のついてないこれがあるということはさ、火をつけるんじゃないかなって思うけど、この爆弾花、爆弾だよね、多分ね。これを多分爆弾花って呼んでるんだと思うんだけど、おお、どうにかしなきゃいけないのかなと、なんだろう、ナビが言ってしまったね。なになに？なになにだけど、お話ができない。チェックがあるね。お客様用絨毯だ。ふかふかしてる。あ、こっちの人が目覚めたね。おしゃべり。今、兄貴は、王家の使いを待ってるって、自分の部屋に閉じこもってる頃。わかったよ、わかったよ。ということは、お手紙はもう持ってないのかな？お面になっちゃったからないのか。ということは、曲だね。ゼルダの子守歌を歌ってねと、歌って、奏でてねということだね。わかる、わかるけど、もう覚えていないので、ここかな？なんかこうチェックできるっていうのが。これだ、これだ。左上右だね。オッケー。では、あ、できた。奏でてくれたんだけど、ここで奏でてもダメ？ダメだね。では、こうやって吹いてみましょう。あ、でも、楽譜が出ないね。なんかこう、楽譜が、しかるべき時には、楽譜が出るよ、みたいなことをフクロウさんが言ってくれてたんだけれども、ここではなかったのかな？兄貴さんの前じゃないからということ？兄貴さんはどこ？兄貴さんはどこだけど、ここ？ここがこう、扉みたいなことっていうことなのかしら？それともこの、お客様用の絨毯だ、なのかな？ここもでも扉っぽく見えるような気もするので、この上かな？このせっかくナビが光ってくれてるから、ここで吹いてみようか。あ、でも楽譜マーク？ああ、失敗しちゃった。ちょっと待って、もう一回。楽譜マークが出てるから、そうじゃないかな。五線譜が出てるね。五線じゃないね。これでどうでしょう？ゼルダの子守歌。やったー！これちょっと気持ちいいね。気持ちいいね。この謎解きができた瞬間。で、入っていっていいのかな？兄貴いらっしゃる。兄貴？あなたが兄貴？おしゃべりしてみましょう。なんだ？王家の歌が聞こえたから、どんな使者が来たのかと思えば、ガキンチョじゃないか。このダルニア様も甘く見られたもんごろ。もう完全にへそ曲げたごろ。とっとと帰れごろ。なんで機嫌悪いかって？ドドンゴの洞窟における古代生物の異常繁殖。古代生物なんだね。しかも一匹とかじゃなくて、いっぱいいるんだね。名産品、爆弾花の不作。岩不足による空腹。だがな、これは俺たちの問題だ。よそ者の力なんか借りねえごろ。そう言われてしまったね。ここの、これには、火がついてるんだね。で、ここかな？ここから火をもらっていってっていうことなのかな？そしてこう、ちょっと機嫌悪いのはもう、それ以上は
ね、もし何々をしたらとかっていうことはないのかな。ということで、一旦戻って他の人にもお話聞いてみようか。この人とかお話変わるかもしれないね。よいしょ、しゃべっ、腹減ってるからなんも考えられんごろ。ややこしいことは兄貴に聞くごろ。兄貴ってば機嫌悪いと怒るから怖いごろよ。でもほら知ってるごろ、兄貴の秘密。兄貴ってばああ見えてもダンスが趣味なんだごろ。リズムに乗せればきっと。そういえば兄貴よく森から流れてくる歌を聞いてたごろな。あの頃が懐かしいごろ。このフロアのかがり火が全部ついたらまた街にも活気が戻るごろんと言ってくれたので、まずはこの火かな。火が一番わかりやすいのかな。火はどこだったらついてるんだろう。さっきのところしかないのかな。それとも他にもどこかついてるところがあって走ってこなきゃいけないとかっていうことなのかしら。どこだろうね。ちょっと今パッと思いつかなかったけど、あなたは？あなたおしゃべりしましたか？あれ？おしゃべりできない。アタックになっちゃう。おしゃべりできないね。こっちは何があるのかな？これは、あ、これ？ここ？この曲？この曲なのかな？ここ、確かにさ、迷いの森で、なんかね、場所あったもんね。なんか、ゴロンシティって出てさ、岩のいっぱいあるところ。そういうことなのかな？ということは、この曲かな？この曲を奏でてあげると、兄貴の機嫌は良くなるとかっていうことなのかな？この曲はどこで覚えられるんだろう？サーリアの歌って、これ？違う曲？ちょっと待って、かがり火も気になるけど、こっちも気になっちゃう。ちょっと待ってね。これは、サリアのお歌を一回聞いてみたらいいのかな？これ分けて。これだ！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 わかった！わかった！わかった！じゃあ、この曲だと信じて、サリアの歌を、聞いてもらったらいいということだね。そして、かがり火はどこ？かがり火は？このマークは何だろうね？この壁画のマーク。ちょっとこう炎にも見えなくはない。そしてこう矢印にも見えなくはない。ここに何かっていうことでもないのかな？今のところ火は見つからないね。他にね。今ここから出てきたような気がするから、こっちかな？こっちは何がある？ここは、多分爆弾花じゃないかなみたいなところ。なんかこう、うねうねしてる。うねうねして、ここは、もうどこがどこやらわかんなくなってきちゃった。ここはでも、最上階なのかな。と、あの綱みたいなのは渡れるのかな。最上階じゃないかもしれないね。まだ上がある？ある？ない？ない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 。ないね。あ、でもなんか、木が伸びてるね、あれ。ああ、どうなんだろう。まずはでも、ここちょっと行ってみましょう。行ってみましょうだけど、怖いね、これね。と、こうして、あ、危ないかな。なるけど、すごいゆっくりじゃないといけない。と、ナビーが飛んでいっちゃった。ナビーが飛んでいっちゃったけど、あ、起きてる。あなたは？お？子供がこんなとこ来ちゃ危ないごろ、落っこちるごろ。ひょっとして坊主も赤い石食べに来たごろ？残念でした。もうないごろよ。赤い石は精霊石なのかな？違う？精霊石？ここに飾ってあったうまそうな赤い石のこと？ほら、あんまり腹減ったんで舐めるくらいいいかなと思ってこっそり来たごろ。でも、もうなかったごろ。きっと兄貴が持って行っちゃったんだごろ。赤い石は狙われてるって兄貴言ってたからな。今兄貴は王家の使いを待ってるって自分の部屋に閉じこもってるごろ。ということは、ここに本来ないといけなかったからチェックができる。この台に何かがはめられていたようだ。ここってさ、ピョンって降りると危ないよね。さすがに危ないよね。じゃあ、戻れ
るかな。あぶなー、やっちゃったよ。おーあの、クローンでできた。では、火がついてるのも、向こうなので、どっちからしたらいいのかわからないな。先にじゃあ、せっかくわかったって思ったので、曲を聴いてもらいましょう。その前に、サリアのお歌は、下、右、左だね。よし、下、右、左、吹いてみましょう。下、右、左、下、右、左。どうかしら？ここでも、同じくこう、楽譜、譜面が出てきてくれたから、どうかな？あ、やった！何？何これ？いやー、楽しそう。よかったー。ご機嫌治ったのね。ルンルンだね。よかった。なんかこう、一緒に踊れたらいいんだけどな。お来た。熱い。この熱いビート。うわすごい盛り上がって、イエーイ。これでも、密かな趣味なのかな？もしかしたらね。キャッホー。うん、いい曲だ。沈んだ気分もすっきりだ。踊りまくっちまったぜ。コロンの大親分、ダルニア様に何か話があるのか？何？お前も炎の精霊石を探しているのか？炎の精霊石は別名コロンのルビー。俺たち一族の大事な秘宝。簡単には渡せねえゴロ。どうしてもって言うなら、ドドンゴの洞窟の怪物倒して男になってみな。そうすりゃ俺たちもみんな幸せ。精霊石だってやろうってもんだ。その代わりと言っちゃなんだが、こいつをやるゴロ。こいつがありゃ坊主でも A で爆弾花を摘み取れるからな。ゴロンの腕輪をもらった爆弾花を引き抜ける。 A で掴んで持ち上げろだって。ということで、どうなのかな。爆弾はさ、こうペッて投げて、火をつけるとかっていうことも考えられるような気もするので、やってみましょう。こうしなきゃいけないかな。アタックじゃないんだな。詰めないよ。あれかな、地面に咲いてるのしか詰めないということなのかしら。地面にどこか咲いてたよね。どこだっけ。前が。あたた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 た。これを掴んで奥でいいの。ちょっと危ない気がするよ。どうかしら。これは、この曲が流れているということは、迷いの森に繋がったということなのかしら？ちょっと行ってみましょう。あ、そうだね。ちょっと、今のところはちょっと戻らせてもらって、ということは、この、ちょっと迷いの森とゴロンシティを行き来する必要があるということかもしれないね。これを、そして、掴んで、あ、投げるができるね。投げる。はい。どう。火がつくというわけではないのかな。もうちょっと、いい感じの場所に投げたいね。えい、どう。危ないよ。ちょっとすごい近くのこの人が危ない。なんだけど、やっぱり火はデクの棒がーっていうお話があったから、棒に火をつけなきゃいけないかなー。となると、やっぱり、これがつかめないのも気になるところではあるんだけれども、じゃあこの中かな、やっぱり。では、デクの棒を装備しましょう。8本しかない。よし、これで、戻って、これを、もう装備したらすぐつくぐらいのところにいて、こっちを向いて、こうして、よし！これで走ってみましょう。どうかな？
いやー、間に合う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 、片付けて片付けて、一旦片付けて、違うんだー、違うんだ、片付けて片付けて片付けて、しまうってできないよ、しまうってできない、しまうはできない、ここ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 こ、あ、やった、よかった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 、何かわかんないけれどもできた。で、あ、消えちゃった消えちゃった。さてさて、ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。